アレン・ジョーゼフ・エレンダーは、アメリカ合衆国の政治家。連邦上院議員を務めた。もともと伝説のヒューイ・ロングと連携した民主党員であった。1890年9月24日に、テレボーン軍モンテガットに誕生した。公立と私立の学校に入学し、1909年に、ニューオーリンズのカトリックセント・アロイジウス・カレッジを19歳で卒業した。 ニューオーリンズのチュレーン大学で法律を勉強した。1913年に弁護士になり、23歳の時に法まで弁護士業を始めた。1913年から1915年まで法マ氏の弁護士、それから1915年から1916年までテレボーン軍の地方検事を務めた。彼は第一次世界大戦中に アメリカ陸軍砲兵隊の軍曹で、1917年から1918年まで、勤めた。1921年のルイジアナ州憲法議会の、大議員だった。1924年から1936年まで、ルイジアナ州会員で勤め、1928年から1932年に、院内総務、1932年から1936年の、 連邦上院に選出されるまで議長を務めた。彼はヒューイ・ロングが保持し民主党の指名候補であるオスカー・ケリー・アレンシニアに予定されていた議席を取った。アレンはロングの故郷のウィン群の軍とウィンフィールドの出身で異例の20万票もの得票差で民主党の推薦を勝ち得た後に死んでしまった。彼の死がエレンダーの選出に道を開いた。その一方で ビエンビル軍アルカディア出身のロリス・ m ウィンバリーが、週刊員議長として、エレンダーの後を継いだ。ウィンバリーは、リチャード・ウェブスター・レチェ知事と、アール・ケンプロング副知事の推薦であった。1971年から1972年に、上院仮議長を務めた。また、1951年から1953年、1955年から1971年には、 上院農業委員会議長を務め、サトウキビの利益の強力な擁護者であった彼の、その能力を発揮した。彼は1971年から死亡するまで、上院予算委員会議長も務めた。バーモント州選出のリベラルな共和党員、ラルフ・フランダースと共に、マッカーシズムに対して、必要に反対し、ウィスコンシン州選出の共和党上院議員。 ジョーゼフ・マッカーシーが行った共産主義の捜査のやり方を攻撃した。彼の上院議席に対する深刻な敵対候補は滅多に現れなかった。1936年の彼の最初の選挙で、エレンダーはルイジアナ州北西部のウェーブスター軍の軍と民伝、出身のジョン・エサンドリンに第四会地区の 民主党予備選挙で36万4931対16万7471の票差で勝利した。共和党の対立候補はいなかった。エレンダーはすべての民主党大統領指名候補に断固として、忠実で1948年に州憲民主党指名候補で当時、サウスカロライナ州知事のストロム・サーモンドが、 ルイジアナ州と他の3つの南部の州でも、公式の民主党の指名候補となった時、エレンダーは、サーモンドを大統領にする支援を拒否した。エレンダーは、ハリー・エス・トルーマンを支持し、トルーマンの名前は、アール・ロング知事が、立法府特別議会に要求した後に、ようやく候補者名簿に載せられた。民主党の指名候補として、私は、私の党の候補者を支援することを誓い。 そしてそうするだろうとエレンダーは宣言した。ただし彼はトルーマンではなくサーモンドが理論上はルイジアナ州の民主党の指名候補と彼が同意していたかもしれない。1960年に1924年生まれのニューオーリンズの法律家で当時共和党全国委員のジョージ・ W ・リーズ・ジュニアがエレンダーに挑戦した。リーズはまた以前に二度 1952年とさらに1954年の普通選挙で保守系の民主党議員でニューオーリンズ出身のフェリックス・エドワード・ヘバートと対決した。リーズはマッカーシー上院議員への敵意で知られたエレンダーの共産主義に甘い責任を問うた。エレンダーはリーズの主張に我々の海岸からたったの90マイルしか離れていないところに 赤の牛汁海岸の創設を許した党のメンバーの代弁を共産主義の拡散に対する私の経歴を攻撃するためにしぶしぶやっていると反論した。エレンダーはリーズの希望を見苦しくないやり方で破壊した。投票結果は432,228対109,698でエレンダーが勝利した。リーズの最高の成果は リチャード・ニクソンに投票した、ラサール軍とワシタ軍の2軍で、それぞれ投票数の3分の1に満たない31.3%を、得票したことであった。稼働軍では、リーズの得票は30%で終わった。リーズは、上院の直接選挙を規定した。 修正第17条が批准されて以降、ルイジアナ州選出の連邦上院議席を求めた、わずか3人目の共和党候補であった。エレンダーは、ジョン・ F ・ケネディ・リンドン・ジョンソンの公認候補前に24,889票を得て出馬したが、大統領選挙戦の265,965票の投票総数は、上院の争いを無視し、これは後に、 アンダーボートと呼ばれるようになる現象となった。1966年にリベラル派の州上院議員でバトンルージュ出身の JDW を含む二人の予備選の競争相手を打ち破ったが、同年共和党は対抗する候補者を立てなかった。エレンダーはマスコミと良い関係を築き、その彼の在職中の報道は重大な競争を受け流すのに彼を助けた。 彼のお気に入りの新聞記者の一人は、長い間アレクサンドリアデイリータウントーク氏の編集主幹をしていたアドラスラボルデで、二人のケイジャンたちは、たびたび大げさな話を交わしていた。民主党の元州上院議員で1971年12月の州知事選挙では、辞典となったシュリーブポート出身のジ J ベネット・ジョンストン・ジュニアは、1972年に、 エレンダーの再選に挑戦した。エレンダーはジョンストンを破ると予測されたが、予備選挙の選挙活動中に死亡し、ジョンストンは事実上の民主党の指名候補となった。しかしながら、民主党の有権者の10%近くが死亡した。エレンダーに投票した。 エレンダーが1936年のアレン知事の死後に上院議席を勝ち取ったやり方を幾分か連想させる形でジョンストンは民主党の指名候補になった。それからジョンストンは後に保守系コラムニストになったニューオーリンズ出身の弁護士のベンシー・トレダノやエレンダーの死後予備選の候補の基準を満たせなかったために総選挙に独立候補として出馬した民主党員で 元知事のジョン・ジュリアン・マケーゼンなど、共和党候補者を簡単に破った。エレンダーの直接の後継者は、エドワーズ知事の最初の妻のエレイン・シュワルツバーグ・エドワーズで、7月から1972年7月から11月まで、彼の議席に座った。連邦上院では、エレンダーは、カモのローストから、エビのジャンバラヤまでのケジャン料理で、彼の同僚たちに知られていた。今日でも、 上院のダイニングルームでは、エレンダーガンボがメニューにある。ホーマのエレンダー記念高等学校とマレロのアレンエレンダー中学校は彼にちなんで名付けられた。死後の1994年にウィンフィールドのルイジアナ州政治博物館に伝道入りした。ありがとうございます。